げはるチャンネル僕らの北斎皆さんこんにちは皆さんこんにちは令和6年6月13日に収録を行っています今回は「捕鯨の夜明けに NHK が横やり」ということでこのテーマをお願いしますはい NHK が横やりってやっぱ僕もこういう方あんましたくないんでだからやっぱちょっといくら何でも違うんじゃないのかと理由は後で言いますけどはい 要は公共放送と言ってるのに志がないんじゃないかなと、うん、いうことを NHK は国営放送じゃなくて公共放送なので報道内容は自由です、はい、その上でこちらも住民主党の現職議員であっても述べるべきは述べたいと思うんですね。でまずですねあのこの辺に写真出していただけると思うんですけどもうあのこの動画のためにもブログに書いておいて。 えー、その中にあのクジラのかぶり物をした怪しいおじさんが出てくるんですが、はい、この人は所秀樹さんって言ってですね本当はあの公認会計士事務所の経営者なんですけど、うんえー、大学は東京水産大学で青山茶浦博士の先輩なんですよね、はい、それで今東京海洋大学になってるんですけれどもこの所さんは公認会計士事務所をやりながらもですねあの この海の男の志を失ってなくてこの日本の捕鯨の食文化鯨と共に生きてきたこの民族の文化がこの西洋的発想で牛は食べてもいいけど鯨は食べちゃいけないっていうねそういうことで潰されてきたのをどううにかししたいっていと志をずっっってらしたんですよねそれでこのブログに書いてる通り「歓迎丸」っていうね新しい大きな 捕鯨船を作ってそれも実際船を訪れてみるとこれ山下雄平さ参定参議院議員、えー、僕に総裁選に出ようという最初のきっかけをくれた佐賀選出の参議院議員ですけどまあこの人とたまたま一緒に回ることができたんですよねそうするとまあ今あの出港してかなり日が経ったんですけど今また新たな話題になってるのが長須クジラも、はいお 取ろううとということになってて、うん、でそ,のそのクジラを取った時にその大きなクジラでも入れやすいようなスロープが工夫をして船の中に作ってあって、うん、でそのクジラを解体してそのみんなの貴重なタンパク源にするんですけれどもそのお作業場も船内で非常に良い環境が保たれるようになってるわけですね、うんでえー。それについて まあ、メディアはかなり関心があってです、ね、公共放送という NHK もこう放送してそして「時論公論」というその解説の番組ですねだから、えー、お話しなさったのは NHK の現役の解説委員ですよねそれでその人の発言をですねこうやって取り上げる以上はあの丁寧にやらなきゃいけないので三浦師匠がひと、まあ、一言の一言全部あの起こしてくれたんですね、はい、それで僕は放送見てた時から 引っかかったところをこの三浦市長が正確に起こしてくれたとおり読みますと一番の問題はですねどうしてここまで苦労して捕鯨を続けるのかという疑問を抱く人は少なくないと思いますって書いてあるんですよねでこれはその前段にですね。 給食で食べたという世代を除けば多くの消費者にとって芸肉クジラの肉はは身近なな食べ物といいううわけではないでしょうだからどうしてここまで苦労して捕鯨を続けるのかと疑問を抱く人は抱く人は少なくないと思いますと述べられてるんですがまずこれ取材の基本情報を流すものの基本としてここが問題なのは「と思います」なんですよね。 どうしてここまで苦労して鯨、えー、にこだわるのかっていう思う人疑問を持つ人が少なくないと思いますとさらっと言ってるけどこれは当然調べないといけないいいとけです NHK は普段から世論調査やってるんですから当然世論調査を最低でも実施してで同時にその日本の文化はちゃんと守ってくれと期待しますよっていう人がそれこそは少なくない。 可能性もあるからそういう客観的なデータを持って言わなきゃいけないのにこの最近みんながあんまりクジラ食べないで NHK でもやってたし他のメディアでも一部やってましたが昔のクジラの消費量と比べて今はものすごく少ないんですよねそれはそうですよ取れない時代続いていたんだから。で、えー、食べる人が少ないから疑問を抱く人がこう少なくないという言い方で多少こう。 緩めてあるで要は疑問を抱く人が多いのにこうやってあの政府の支援も受けてやるのはどうかなっていう,こう論調になってるんですよね、うん、だから取材なくあの自分の仮説で言っちゃいけないですよ。これねあのこの間ある講演会でも言ったんですけど仮説立てるのは大事なんです取材のそれは良い基本であってひょっとしたらこうじゃないかこの可能性があると仮説立てて、うん、で それで相,相手に例えば「明日どうしますか?」って聞くんじゃなくて「明日あなたはこうするんじゃないですか?」「それは本当はおかしくないですか?と」と、うん、あるいは「それはすごくいいことですね」って言ったら相手は反応のしようがあるけど、はい、取材でもうずっと僕はもう目の前で見てきてこういう記者の方になりたくないと思ってたんですが、うん、大半の記者がこうなのは「明日どうするんですか?」って聞こ、うんね、そうじゃなくて「明日あなたはここに行くんじゃないですか?」って聞くべきなんですよね。うんうん、でも仮説のまま 行くんじゃないですかと聞いて相手に聞かないとこの場合は主権者に聞かないと、うん、で世論調査って実際皆さんの受信料を元にした手段を持ってるんですから一個人じゃなくて NHK の解説委員なんですから当然そのデータを元にしなきゃいけないのに仮説のまま行ってるっていうのはあのおかしいです。うん、それと さっき言った通り、この所英樹さんの志と僕は響き合ってるのは。食文化は人間の基本なんですよ。うん、で、テレビ番組で、例えば、食が多いとか、あの、そういうことをおっしたり人もいるけど。まあ、そう、そうですよ。そうだ、だけど。やっぱ、り食べることっていうのは。あの、どの民族にとっても、どの個人にとっても、人間の基本中の基本なんですよね。うん、で、したがって、食文化っていうのは、例えば、文学ですとか、それから、美術、音楽とか。 そういういものと全然カテゴリー違うように見えて守らなきゃいけない伝統を大切にしたい文化の一部なのでそれはあの生きていくために必要不可欠ということも加わって大切な文化なのでその海の中の最大の生き物と一緒に共存共栄してきたしかもその資源保存について日本は昔から関心が深かったわけですから。 かわいそうな鯨を追っかけちゃいけないっていうのは理由でひどい妨害とか犯罪行為も散々繰り返されてきた、はい、その中であえて保険委員会も脱退して、まあ、日本にしては珍しく決断した行動をとってその間日本の排他的経済水域の中で限ってでもそれは日本の食文化を再建するってことですから公共放送というならばその食文化は民族の一番大事な文化の一つであって失われるものをただ 黙認するんじゃなくてしかも圧力や妨害や暴力によってそれを潰されようとしているのに対してこうやって工夫を凝らしながらも世界と調和しながらも食文化を再建しようとするってそれが本来公共放送と自称して皆さんから受信料を取っているならばそれは最低限の志じゃないでしょうか。えー、そのことを通じててもう一度あのについて、えー みんなでもう一度一緒に考えるっていう意義は非常にあると思います。うん、あの良いことからはなかなか良いもの生まれないんですよ。もうそこで終わってるから、いつも言ってる通り失敗がすべての財産なんで、こういうちょっとおかしなあの論説が出たということを逆に生かして私たちにとって保険とは何かということを関係丸のあの乗組員の方やあるいはその運行、うん、している会社の社長にもなられたところさん。 だけににお任せすするんじゃなくて一緒に考えたいいと思います、うん、どうですか、はい、あんまり私自身クジラのこうクジラ肉っていうものになじみが正直ないんですけどこのまあヨーロッパとかで、まあ、オーストラリアとかもすごいですけど捕鯨がすごい反対されている理由っていうのはその数の減少を除いてその問題以外ではやっぱり。 の概念的なところだからノルウェーみたいにあの昔から捕ゲ文化あるところは例外で、はい、要は頭がよくてそれから子連れで泳いだりしてかわいいのにじゃあイワシはかわいくないのかとイワシを食べない、うん、例えば海に面してる国ってないですから。 これはやっぱり変なんですよね。それでね、あのかなり激しい。言い合いしたこともあるんだけど、はい、あのこれ何人だったかな？オーストラリア人ではなかったけど、西洋の人が僕に言ったのはね。牛はもともと食べるために、あるいは牛乳を取るために意図して飼っているんだ。はい、クジラは自由に海を泳いでるもんだとだからはっきりした。違いがあって牛はいいけど、クジラはいるから駄目なんだと言われて。 あのこの「陳論理に」にまあ <laughs> ちょっと呆れてしばらく言葉がうまく出なかったけど <laughs>、はい、牛はもともとじゃね、<laughs> 一頭については生まれながら肉牛にされてっていう牛も確かにいっぱいいるわけだけどもともと牛という動物が、ね、この肉にされるためにこの世に生まれてきたっていうお考えなんですかって言ったらちょっと沈黙してから。 いや、そううだろうっていう <laughs> これねこれねやっぱり一神教文化の考え方だなっていうのはすごい感じるんだよね<ー>、うん、白か黒かっていうかその<ー>基本的に人間に都合をよくこっちに寄せてくるんだよね。日本,うん、日本の文化って人間に都合よくあんまり寄せてこないんですよ。うんうん、それであの嫌になることは事実なんだけどただ僕はね これもちょっと情緒的なんですけど例えば実際に経済記者の時も含めてあの牛を飼ってるとこよく行くじゃないですかねだからテレビでもご覧になるとこり決まった安箱に首突っ込んでっていう見るとちょっとやっぱ切ないですよねだからもともと食われるために飼ってるんだからってわけにいかないんです命の尊さは同じだし命のやり取りをして生と死があるってことを子どもたちに知ってもらうためにも のの飼育もあるしクジラの捕鯨もああるるしとということですよね、うん、それとねあの一番激しい嫌になった時に思わず言ったんだけどねそうおっしゃるけどじゃあ「屠殺場行ったことありますか?」って聞いた、うん、それえっ?」て言われたんですけどこれはやっぱりあの飼育の時よりも屠殺場で苦労して働いてる人のあのことを 考えると余計に保険だけ行かないけないってことにならないと思う。うん、それはあのこちらも解体するんだけど、うんうん、屠殺場って例えばこの東京でも品川にもありますよ。うん、悲鳴聞こえるでしょ？いや私それわかんないんですけどね。あの注意しないと聞こえない。新幹線が音を出して走ってるし、うん、特に豚の悲鳴がよく聞こえるよ。うん。うん 生きるものはやっぱり続いて生きようとするのでお互いに、うん、でも食物連鎖っていうのは、まあ、嫌な方するとあの食べて殺して食べて食べて殺してって、うん、で人間だけはそこからまあ逃れられているから非常にユニークな考え方も出てきちゃうんだなと思うんだけどもともと食物連鎖っていうのはそうだからあの例えばクジラがプランクトン食べるでしょあんな大きな体のものだから余計にこう頑張っと食べられるのも食べるのかもしれないけど。 じゃあプランクトンならあの意識人間のような意識がないからいいのかってそういうもんじゃないんだよね、うん、でそれってね一神教の考え方じゃないよ、うんうん、僕らみたいにあのこれにもこれにも神様が宿るそれから国のために死んだ人は何々の御事になって神様となってっていう考え方一神教からまるで遠いので、うん、でも今は予断をしてるんじゃなくてそういうものが全部合わさっての捕鯨の文化なので。うん 守るべきもの、から、あの、ちゃんと、あの、貫いて。あるいは滅びないようにするっていうのは、公共放送じゃないでしょうか。それから、歓迎丸の、心の努力も、そうやって、公平に見てくださいねっていう意味です、うんうん。はい。はい、ありがとうございました。はい。では、今日は、えー、ハイネコ、ですね。前回、はい、から、ご紹介している。ね、はい。最後の、部分です。うん,う,んうん。楽しみ。 なぜ生まれてきたのだろうどうしてこの環境に生まれたのだろう、うん、なぜ私だけこんな苦しい思いをしなければならないのだろう思えばそんなことばかり考えてはみんなもそれぞれ苦しみがあるのだからと言葉にすることをできるだけ控えて生きてきた気がしますそのくせ死ぬのが怖くて孤独が辛くて自分を守ることだけは得意になってしまったのかもしれません サインやハイネコも同じような苦しみを抱えているのかもしれないそう考えると孤独が少し和らぎます、うん、人生の壁にぶつかった時はいつも青山さんの本を読んでいます、うん、今まさに人生の壁に直面しています何もかもがいつ,いつか死ぬのであるならば自分を守るのではなく他人のために生きてみようかと考えています。 弱い私にとってはそれはとても勇気のいることでそうした瞬間にあっという間に社会悪に潰されてしまいそうです青山さんのように強く立っていることはできないかもしれませんですが自分を守って守って守って孤独になってやがて来る死を怯えて待つよりはずっと良いのかもしれないと心の深い部分でそう思っていますサインやハイネコに出会えてよかった、うん、青山さんに出会えてよか,よかったありがとうございます 弱い私が強くなるためには自分以外の誰かのために生きるしかないのかもしれません。せより寛容であることこそ人間の条件であるとの言葉も胸に刺さりました。強くなければ寛容であることなどできません。私も誰に対しても寛容な人間でありたいです。そしてささやかながらこの私も鮮烈に加わりたいそう思っていますという感想をいただきました。いやーいやそう、まあ、ありがとうございます本当に素晴らしい あの3回にわたる感想ですあの仲長話しちゃいけないんだけど位っっててひどい目になってるでしょ、はい、これあの最初から、まあ、僕という書き手はプロットを考えてプロットって筋立てですよね考えてそうしてんじゃなくて書き出しのところでひどい時は何年もかかってこれだって18年かかってるし、うん、書き出しで苦しみ抜いて動き出すと。 主人公は勝手に動くんだよで勝手にいろんな苦しみが降ってくるわけ俺が上から目線で降らしてるんじゃないでこういうことを文学論で初めて語った琴の葉っていうネットテレビを依然としてほとんど全然見てくれてないみたいですけどこれは悲しいです、はい、サインがあるいはその前のハイネコも苦しみいっぱい背負うので今おっしゃってくださった感想自分だけじゃないということは 組み取ってくれたらすごく嬉しいですはいはいそして独立講演会のご案内です7月28日東京にて開催されますこちらの申し込みは6月18日の正午からスタートですあの独立講演会の特徴はいくつもあるんですけどとにかく質問がまあ,あの500問とか600問とか700万ぐらい来るんですよねで一個一個の答えてたら本当に朝5時までかかっても全然答えきれないのでこの 共通項とかあるいは同じ趣旨の質問とかを本当に全部頭に入れるんですなぜか入るんですよねそれで冒頭にその全部質問込みに対してお話をしてでその後個別の質問に答える時間も作るんですよねでこれ今言った通りね普通独立講演会やるまではね例えば700問の質問が自分の頭に入ると思わなかったよで時間がないからたいこれ目通すのもすごい限られた時間あるじゃないですかでも全部入るんだよ そのだ、ね、ーっとこう抜けていってるわけでそれがまあ独立講演会のもう一つの特徴なんであの簡単に質問を書いて送ってもらうことができますので、えー、この募集要項のところから募集が始まったらあのポチッと押したらもう質問をけるところありますからどうぞ書いて送ってください。で同時にポチッてできるのが その後4000人と逃避が発生しちゃうのが大変ですけど住民主党の逃避になっていただくことですこれはもう一緒の現場に入ることなのでまあ、これほど強い見方はないですその上で独立講演会にできれば来てください動画の下の説明部分概要欄の URL がありますのでそこをポチッとしていただければ書類が送られてきますそれに記入していただいて返送していただくと 入党できますので、はい、ぜひ皆さんの入党お待ちしておりますはい、えー、最後にチャンネル登録シリーズジェスチャー編です今日のジェスチャーですねもう一回さあ何ですか <laughs> はいヒントこの 館内の出来事 <laughs> はいはい <laughs> はいじゃあ今日誰にお願いしましょうかそうだった大芸の一番若い乗り込みのあなたね、僕としっかり握手しましたよねお願いします,いますはい、はい、ぜひ皆さんもチャンネル登録をお願いいたしますありがとうございます今回もの視聴ありがとうございましたありがとうございました